須山9月19日先週開幕した東京6大学野球秋季リーグ戦で、東大は1回戦の0から20など2試合32失点で早大に連敗スタートになった。今季も苦戦が続きそうで、東大のかつてのイメージの原型をとどめているのが野球のような気もする。政治、経済、学術などエリートとして日本をリードしても野球は私学五校にはかなわない。そんなイメージだ。今や東大も卒業生の進路は多様性の時代だ。定番だったキャリア官僚となる国家公務員総合職試験で、この春東大は189人が合格したが過去最少。過酷な労働環境や低賃金はお断りで、今楽天グループが東大生の就職一番人気というのも時代の流れを感じる。実著のタイトルにある東大生に最も向かない職業の落語家になった春風亭昇吉は真打ちにもなった。向かない職業の双璧といえる裸一貫、逃げ場のない力士の道を選んだ相撲部 OB の須山、三段目、西十枚目は秋場所11日目で5勝1敗とし、幕下昇進を決定づけた。地目を集めた一昨年夏場所の初土俵以来、久々の存在アピールだった。木瀬部屋入門時の体重104キロが、現在120キロ。相撲界では重量で初めて給料が出るが、幕下に上がればコートやマフラー、博多帯、黒足袋の着用が認められ、三段目以下とは一線が引かれる。関取になれなくても幕下まで行ったといえば、この階級社会では成功者の部類に入ると言われる。当初の目標、3年で幕下はクリアする。国立大出身者は過去4人いて、関取はゼロでも須山には東大だから東大関の夢がある。大銀杏を結い、銀杏の葉をあしらった東大の交渉入りの化粧回しで土俵入り。これぞ多様性のシンボルではないか。今村忠番付へ。